行こう。一時の方向、落石だ。気をつけて、残像が。ここにてうがつ。どうしよう。ここを突破するぞ。鍵縄で一気に振り切ろう。関心さん、残像が多い。食い止める役が必要だ。皆の者、金堂に任せろ。この程度、金堂にとって差したる問題ではない。さあ、先へ進め。二人とも、ここから行くぞ。俺に続け。崖に気をつけろ。行こう。行こう。漂白者さん、大丈夫ですか？気を緩めるな。残像が来る。せい！どこにてうがつ。
った風に乗れ。行くぞ。平気だ。これでどう？行くよ。局を開く。この先が空中配下だ。この信号灯はまだ使えるな。マップのデータも取り込めるようだし、軽くここで支度をしよう。やはり無双戦士の攻勢は激しいな。主力部隊とも分断されてしまった。この先は俺たちだけで行くしかないようだ。関心さんは大丈夫でしょうか？デバイスで連絡を試みたが返事がなかった。これも名式の力が原因らしい。かくなる上は後方にいる者を信じるしかない。進もう。熾烈な戦いを乗り越え、あの化け物を倒すんだ。準備が整い次第空中廃墟に入るぞ。行こう。静かすぎる。まずは慎重に周囲の状況を確認しよう。備えあれば憂いなし。この壁は牽引すると動くみたいだ。案の定、道は全て破壊されているか。この辺りに敵はいないようだな。だが油断はするなよ。
かなかに厄介なのが揃っている。だがその程度では俺を止められないぞ。近づくほど現れる敵も強くなるみたいだ。二人とも怪我はしてないか？いえ、私は大丈夫です。漂白者さんは？手を出せ。かすり傷か。だが怪我であることには変わりない。簡単な応急処置ができる薬草がある。使ってくれ。これからの戦いはより厳しくなる。傷を負ったら強がらず、すぐ俺に知らせろ。さあ、先に進むぞ。している石、これを使って先に進もう。また残像の気配が。黒石、これを破壊しないと先へは進めないな。ようやくつながりました。聞こえますか？面識の影響で通信が途絶えてしまったのですが、なんとか君のあの特殊デバイスに再接続できました。本当に一癖も二癖もあるデバイスですね。戻ったらよく研究しないと。話を戻しましょう。状況はおおよそ把握しました。まだ射程範囲内にいるので、烈空による支援砲撃は可能です。威力はご覧いただいた通りです。こちらでも多少の出力調整は可能ですが、危険ですので目標位置からはできるだけ離れてください。
周りに足場となる場所はもうないようだ。自分で作るしかないか。隣の瓦礫が足場になるかもしれません。試してみましょう。壁を狙え。足場を使ってあちらへ移動するんだ。モルトフィ、撃て。攻撃に備えて。成功です。電源の残量は3分の1程度。もう一度だけ砲撃可能です。それ以上はリチャージが必要となります。皆様、くれぐれも慎重にお願いしますよ。私も指示に備えます。残量は3分の1程度。もう一度だけ砲撃可能です。それ以上はリチャージが必要となります。皆様、くれぐれも慎重にお願いしますよ。私も指示に備えます。さっきのように浮遊する石を道にするんだ。今の地形は我々に有利だ。あの壁を倒壊させ、残像をまとめて始末するぞ。将たる者、常に臨機を忘れてはいけない。さっきと同じ状況だ。もう一度頼むぞ。加速します。Thank you.
情の詐欺がこんなところに。気をつけて。これから待ってたぞ。交代はしない。予想以上に強敵が多かった。俺一人ではかなり苦戦を強いられていただろう。だがあの彫像が放つ力がまた幾分か強くなった。もう時間がない、急ごう。足場になりそうな場所なら上にあります。ただかなり距離がありますね。あそこの瓦礫を除去すれば上昇気流が流れるはずだ。それを使ってみよう。またか。足場を見つけて除去しないと。
しのげるでしょう。頂上まであと少しです。あとはこれさえ何とかできれば。少し動いたな。だがもうあと何回かやる必要がありそうだ。もうちょっとです。この先が空中廃墟の頂上だ。道が断たれたか。脅迫者、烈空の最後の砲撃指示を頼む。道を切り開いてくれ。残像が多い。烈空はあと一発しか撃てないというのに。いやいや、なぜ。明式が召喚する残像が途絶えないのであれば、誰かが砲撃位置周辺を掃討しなければなりません。その役目私に任せてください。明式の打倒は私たちの宿願。将軍が犠牲を嫌う優しい方だということも知っています。ですが、ここにはこうして明式を倒す希望が揃っている。長年の悲願を叶える機会がようやくやってきたのです。私はこれを逃したくありません。お前の言う通りだ。これまで皆さんの強い思いや決意をこの目で見てきました。今こそそれに応える時です。脅迫者さん、ここは私に任せて。その思い、確かに受け取った。脅迫者、砲撃の指示を頼む。ここは私が、もう奴らの好き勝手にはさせません。
そちらはお願いします。やはり敵の源はこの彫像の中か。ここからは名式との戦いになる。漂白者、準備はいいか？それでいい。適度な緊張は集中の証だ。この戦争を終わらせよう。行くぞ。こんな場所に月が、一体どういうことだ。無感謝だと、奴の周波数まで組み直せるというのか。月が無感謝の周波数を吸収し、新たな化け物を作り出したというのか。まるで万刀の戦いの時のように。
にてうがつ。これでどうだ。交代はしない。反撃の時だ。行くよ。行こう。油断した。局を開く。反撃の時だ。行くぞ。平気だ。これで決める。風に乗れ。火を待つのみ。良きな剣術だと。ふざけやがって。行くよ。光よ、前。これで終わりよ。隙あり。はっ。戦える。これチャンスはあるはず。反撃の時だ。よっよっ、行くぞ。うがつ。やつの遠距離攻撃に気をつけろ。うまく回避するんだ。脅迫者、気づいたか。奴らの攻撃、明らかに月を避けている。つまりあの月こそ奴の急所だ。勢いが弱まった。ここは俺が食い止める。お前は木を見てコアを攻撃するんだ。
カライバー。油断した。せいせい、しまった。影をまとう。これからよ。反撃の時だ。後退はしない。火を待つのみ。反撃だ。突き合い。これからよ。やっ、油断した。後退はしない。行くぞ。ここにてうがつ。まだ戦い。しまった。しまった。引きやり。くんくん。 あ、 あ
あの戦争の名式が逃げたのか。はあ、はあ。漂白者、そいつは。もうここは持たない。詳しい話は出てからだ。来るべき時に備えよう。前回の続きから。押し寄せる残像をたった一人で食い止める羽毛の髪の少女。少女に危機が迫る時、重なる雲の切れ間から光光たる光の柱が差し込んだ。もやも残像もなぎ払う光の柱。そして光に当てられた巨像から現れる二つの人影。漂白者と紀炎将軍。二人の歩みは巨岩を崩落させ、無双戦士の野望は破綻した。よどんだ闘争の空気が一掃され、陛下も病んだ。ことの成否はいつだって天意でなく人の営みによるものだ。一時の失意はあれど、局面を打開しようとする者はいる。かつて星々の降る野原に竜の怒号を聞いた。今はそれに比類する凱歌が響き渡る。この先どうなることやら。だがそれを語るにはまだ早い。